島に行きました。すごく暑かったけど海に潜って気持ちよかったです。動物園で餌をあげたことです。いっぱい食べてもらえて喜びました。今日札幌の195の私立小学校で2学期の始業式が行われました。北区の太平南小学校では感染対策のため2年生と6年生のみが参加、その他の学年は式の様子を教室のテレビで見て参加しました。目当てや目標に向かって毎日少しずつでもいいから頑張ってほしい。教室に明るい笑顔が戻ってきた一方で、文部科学省の調査によりますと、道内の不登校の児童生徒は10年でおよそ 2.2 倍に増えています。そして特に2学期は不登校が増える時期でもあります。2学期になるとですね、人間関係もある程度こう決まってくる、そして勉強面でもだんだんと内容が難しくなってくると、そういった中ではですね、4月と比べて2学期のスタートというのは、多くの児童生徒にとってはですね、なかなかこう気持ちが前向きになりにくい。子どもたちの心に何が起こっているのでしょうか。学校に行けないなど様々な事情を抱える子どもたちの支援を行う施設を訪ねました。おお、大きい。これが何？オールルボシヤンマ、これがね、これはオニヤンマ。よく取れたね。学校は楽しい？いや、嫌い。なんで嫌なの？勉強嫌だから。友達に、分かんない。自由は意外と学校よりは楽しい。あげる。自由だから。こちらでは子どもたちに興味があることや楽しみを見つけるようサポートしています。最初は、学校行けない、学校行きたくないっていう感じで、ちょっと元気ない感じで来る子もいるんですが、ここでリラックスして過ごすうちに自分を取り戻して元気になっていきます。コロナ禍は子どもたちの心の成長に大きな影響を及ぼしているといいます。いろんな行事が地域も学校も含めて中止になってしまっていることで、子どもたちの経験がすごく少なくなってしまっている。で、経験、そして知恵も使うこともなく、いろんなところがちょっと成長が滞っているかもしれないって思うことはあります。コロナ禍の危険な2学期、保護者は子どもとどう向き合えばいいのでしょうか。もし学校に行きたくないと言われたり休みがちになった場合は、自分で不安な気持ちであったりとか、ストレスっていうのを言葉で表現できない子がですね、多くいるんではないかなと思います。言葉でリズム的にですね、説得するのではなくて、まずはそういった正論を一旦保留にしてですね、行きたくないなとか、そういった気持ちをですね、ぜひ受け止めてあげていただきたいなと思います。怖いなとか緊張するとか、腹立たしい、そういった嫌な気持ちをですね、ぜひ大切にしてあげてほしい。その上で生活リズムを取り戻すよう、焦らずに子どもと向き合うことが重要だといいます。